お疲れ様です、店長です。本日はですね、深山農園の深山社長と一緒に深山農園の裏庭にやってきました。正確に言うとですね、裏庭っつうより横庭なんですけれども、ここのところにですね、滝があると。今後なんか面白そうなもんがあったら、そこで生き物調査とかをやってみるのもいいかなと思って、じゃあ今日はちょっと下調べに行ってみましょうか。それでは今からちょっと中に入っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。あ、普段はここ勝手に入っちゃダメですよ。自治体の人とか地元の人に許可を得ないと入れないところですんで、よろしくお願いします。着きました。だいたい深山農園さんから30分それぐらい歩いたところにある、まあ山奥ですのところに、こちら大御北峰の滝というところです。思ってたよりも民家沿いにあるにしてはやたらと立派な滝ですね。でこの滝、要は山の源泉になってるんですけど、ここがずーっと水が流れていって農業用水になってるらしいんですよ。うん。でこれ実際深山農園さんっていうの横の、まあ、川だとか、あとはご近所さんの田んぼとか、そういうところに水が流れてたりとかするみたいです。で道中に川もあったんですけれども、そちらの方では青大将だったりとかカエルだったりだとか小魚がいたんですけど、何の魚かな、メダカとかではないんですけれども見られたりとかします。でここをですね、今からヤマダ電機のポイントカードだけで購入させていただいたドローンで撮影してみたいと思いますので、よろしくお願いします。
素晴らしかった。めっちゃね、買ってよかった。深山農園さんはこういう、綺麗な源泉を真横に抱えて椎茸作ってて、食品とか昆虫用品とかこれベースにやられてますんで、ええもんできますんで、興味のある方は覗いてみてください。よろしくお願いします。今回の動画はこのような感じで、お疲れさんでした。